琵琶法師により語り継がれた平家物語を1年半かけて全編を鑑賞する取り組みが始まりました。琵琶を手に語りを披露する高橋秀樹さん、新潟大学人文学部の教授で平家物語を語り継ぐ活動をしています。およそ800年前に生まれたとされる平家物語ですが、高橋さんによると前編を通して語りを披露できるのは現在数人しかおらず、伝承が課題となっています。普遍的な内容があるからおそらくずっとなくならなかったんだと思うんですね。絶やさないようにひたすら努めるだけでございます。高橋さんは今後週に1回およそ1年半かけて全200句を披露していくということです。